大江橋駅は大阪府大阪市北区中野島2丁目にある京阪電気鉄道中野島線の駅である。駅番号は KH52、島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札口は地下1階、ホームは地下3階にある。駅出入口や改札口の外側は中野島線の各駅共通の特徴である。不燃性木材と、 ガラスで構成された壁面となっている。ホームの壁面は、駅周辺にある日本銀行大阪支店や大阪市役所の壁面にも使われている石を使用して中野島の現代をイメージしている。改札口の外側にはアンスリーがある。かつてはアンスリーの隣にサブウェイと天牛酒書店も存在したが、サブウェイは開業から半年ほどで、 天牛堺書店は2014年3月にそれぞれ閉店している。また空調の熱源として道島川の水を汲み上げて熱交換して川に戻し太陽光を光ファイバーや光ダクトを通してコンコースを照らして省エネを図っている。2019年度の特定日における1日上降人員は6088人である。駅開業後の特定日における 乗車人員は、下表の通り。当駅は、梅田、北新地エリアへの最寄り駅の一つである。北区中野島一丁目北区中野島二丁目北区、道島浜一丁目北区西天間二丁目、大阪市ティバスの大江橋停留所が、御堂筋の大江橋南詰めに設置されている。ただし、御堂筋から中野島通りへ右折する必要がある53号系統の停留所のみ、 京阪中野島線の整備復旧工事完了に合わせて2009年6月1日から中野島通りに移設された。また、大阪市役所前と淀屋橋交差点周辺には淀屋橋停留所が設置されている。大江橋淀屋橋。ありがとうございます。